日本文化学部は人文社会を対象とする総合的な学びの場です。本学部では言語、文学や歴史、社会を通じて自らの文化への深い理解と幅広い知識を培い、伝統の発見者となるとともに、そこから見える多様な異文化への理解を持ち、視野を世界に開くことを目指します。人と人、人と社会、世界と愛知をつなぐ視野を身につけた知的創造の担い手を育てます。国語国文学科は言葉の仕組みや歴史的地理的変化を学ぶ国語学、古代から現代までの文学思想を広く学ぶ国文学と漢文学の大きく3つの領域からなっています。日本の各地各時代に生きてきた言語文学という視点から、私たちの生きる社会的文化的地域的な枠組みとしての日本を捉えるとともに、世界における日本としての文化のありようを探っていきます。歴史文化学科では、歴史文化と社会文化を日本柱として、日本の歴史文化社会を学びます。古代から現代までの日本を歴史学の方法で探求し、現代社会の諸層を社会学、地理学、法学、思想史の複眼的方法で考察し、合わせて人類の歴史、文化、社会の将来を創造的に展望する見識と実践力を獲得することが目的です。両学科ともに地域と連携した実習、調査など学外での学びも積極的に行っています。資料を収集し文献を正確に読み伝える力は、教員や公務員としてはもちろんのこと、教育機関、文化施設、文化産業などさまざまな職場で活かされます。また企業においても、地域と異文化に柔軟に対応できる人材が求められており、日本文化学部の卒業生が活躍する場となっています。日本文化学部では次の3つの学生像を大切にしています。世界の中での日本文化を理解するために必要な国語、社会に関する幅広い知識と関心を持つ人、社会や文化の在り方について論理的に思考、判断し、それを他者に表現できる人、地域、社会に主体的に関わる意欲を持ち、それを世界に発信する態度を有する人、日本文化学部の専門科目のほとんどは少人数授業です。教員と学生との距離は時に近く、時に遠く、身近でありかつ切磋琢磨する間柄です。どうして言葉が心を動かすのかといったような、すごく漠然としたところを学びたいと思ったので、その愛知県立大学は結構施設も充実していて、その先生方もすごく幅広いご専門の方がいらっしゃると聞いていたので、あ、じゃあちょっとこちらに入ろうかなと思うようになりました。すごく成長したなと思うのは、結構抽象的なことを理解できるようになったなといったところで、入学当初は本当に先生のおっしゃっていることが全然理解できないといったことがございまして、そういった学習の中でちゃんと抽象的なことも理解できるようになったといったところが、多分一番成長したところだと思っております。やはり就職活動の中で一番その企業の方がおっしゃっていたのは、やはりもうコミュニケーション能力が大切だといったところが本当にどの企業の方もおっしゃっていたので、やはりその言葉について学ぶといったのは、そのコミュニケーション能力、そのどうやって言葉を伝えていくのかといったところが、おそらくその国語国文学科の学びの中心になると思うので、本当にそこは結構将来にすごく活かせることなんじゃないかなと思っております。
高校生の時からこう民族学とか日本の文化の方に興味があったので、まあ、そういう授業が組まれてるここがそうだったのでここに入ろうと思いました。くずし字の授業を取った時で1年間履修してその後授業が終わってから博物館に行く機会があってそこで博物館で展示を見てた時にこうあこの字読めるぞってなった時がやっぱり嬉しかったですね。こう授業がこう実際に生かされてこうより面白く展示を見れたのが面白かったです。やっぱり名前を見てこう学部を選びがちだと思うんですけどもこの県大の歴史文化学科だと歴史文化って名前ついてるけど歴史だけじゃなくてやっぱり地理も社会も社会学も法政治学もこう社会について幅広く学ぶことができるのでここはぜひこう参考にしてもらえればいいかなと思います。日本文化を勉強する、それは文学だったり歴史だったり社会だったりいろんな分野から日本文化を勉強するわけですけれどもそれは日本人のためだけに勉強しているわけではないというか日本文化がこのグローバル化の中で世界にどう発信できるかで発信するだけじゃなくて学部の中の多様性ですね日本文化学部の中に多様性を取り込みたいわけです。だから留学生をできるだけ受け入れたりとかいろんな多様な人材を学部の中に受け入れてそしてその人たちがいろんな形で日本文化を勉強してまた自分の国に戻ったりしてそこで日本文化を発信してもらうというようなそういう、 こう国際的な視野っていうかそういうものを持つための日本文化の勉強だっていうふうに位置づけてるんですけどで世界を見てみようと思った時には比較するための自分の方にこう芯がいるわけですね。その自分が持っている他に生まれ育って経験しているだけではなくてそれを学問的に見つめ直した日本文化っていう核を持ってその上でこう世界を見てみたいっていう気持ちを持っているようなそういう学生さんに来てほしいですね。